橋本本源氏物語とは、源氏物語の写本の一つ。かつて言語学者、国語学者であった、橋本新吉12月24日から1945年1月30日の所蔵であったことから、橋本本と呼ばれる。現在は、人間文化研究機構国文学研究資料館の所蔵となっている。かつて、池田機関によって、 現氏物語体制研究編において、橋本博士像、伝ため家筆若紫巻として写真入りで紹介されたが、実際には若紫の他へ合わせ、将風、藤ばかの四条が現存している。現存の四条とも欠落が多い。離れた巻所にある現存の四条がすべて同じ漁師で、同じ形態であるためもともとは五十四条が、 同じ形式で揃っていたと見られる。鎌倉時代中期の書者と見られる池田機関は当初筆者不明としたが後に藤原た家筆とするようになった。ただし極め札などはなくその根拠は不明である。本文系統について池田機関は若紫巻については最初の方は青表紙本で次第に河内本に近づいていくが、 ところどころに、青表紙本でも河地本でもない表現が混じるという状況であり、全体としては別本に分類するしかないとしている。上述のように、本写本は池田機関の写本調査の対象にはなったものの、行為源氏物語及び源氏物語体制行為編には採用されていない。源氏物語別本修正続の機関文には、写本記号、 橋として若紫及び将風が採用されている。ありがとうございます。